今日はですね、ズームクラウドミーティングにアカウントを作って、それから最初のですね、画面共有とブレイクアウトルームの、それをオンにする設定のところまで、そこまでをですね、実際に、こうやってですね、画面を、共有して、画面の操作を、お見せしながら、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。慣れてる人は、もう2倍ぐらいのスピードで再生することをお勧めします。はい。それから、解説の手続きっていうのはそんなに何回もやってるわけではないので、途中で、ちょっとつまずいたりすることはあるかもしれませんが、まあ、その辺も、ご容赦くださいませ。はい。それではですね、これ、今画面に出てるのは、1月29日ですよね。もうずいぶん前に書いた、僕のブログの記事なんですけど、文字としてはここに書いてあることが基本ですね。で、この中に、どうしてズームがいいのかとか書いてあって、最低限やらなければいけないことに、まあ、教師はですね、ズームのアカウントを作らなければいけないということが書いてあります。で、ここにサインアップ用の、リンクが貼ってありますから、まずこれをクリックしてみてください。これを、オープンリンクインニュータブ。ニュータブにしようか。いや、もうちょっとここで開いちゃう。はい、バン。はい、今、この、サインアップ用の、ページを開いたところですね。はい。はい。で、じゃあ、ここにですね、僕は新しい、さっき、造法で新しいメールアドレス作ったばっかりなので、それをちょっと入れてみたいと思います。ここに仕事用メールアドレスって書いてありますけど、別に、Gmail でも何でも大丈夫です。はい。村上、よしふみ、あっと造法 .com でいいはずだよな。あれ、合ってたっけ？すいません。メールアドレス違ってたら すいません。まだ一度も使ってないので。はい。サインアップ。OK。村上よしふみ造法メールにメールを送信しました。はい。メール内の、確認リンクをクリックしますって書いてありますね。はい。それで、こっちか。はい。これがですね。あ、はい。もう来てる。早いですね。はい。これが造法メールの、受信トレイですね。今一つだけ来ています。ノーリプライアットマークズームドットアス。はい。じゃあ、これをちょっと開いてみましょうね。で、こんにちは、村上よしふみ。ズームへのサインアップありがとうございます。アカウントを開くには、下記のボタンをクリックしてメールアドレスの認証をしてください。はい。アクティブなアカウント。はい。じゃあ、まずこれを、これがダメだったら下のこのリンクを開くって書いてありますけど、まずはこれを押してみます。勝ち。ズームへようこそ。はい。で、ここに名前とかを入れなきゃいけないところですね。はい。続けるには氏名を入力してパスワードを作成してください。はい。これって、まあ、いいや。はい。じゃあ、とりあえず、はい。こんな風に入れましたね。で、パスワードを入れるときは、文字は8文字以上。一つ以上の文字 ABC ですね。一つ以上の数字123。大文字と小文字の両方を含むって書いてあります。めんどくさいですね。はい。じゃあ、パスワードを作りましょう。あ、で、今までですね、これ職場用のやつで、こっち側の、個人のやつのもう入っているんですけど、それ以外のパスワードを入れなければいけない。作らなければいけないところですね。はい。で、どうしようかな、じゃあ。1、2、3。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14文字。これでいいかな。これでいいんじゃないかと思います。パスワードを確認する。何これ？もう一回やんの？OK。こんな風に入れました。一致しませんね。ごめん。ごめん。もう一回やります。はい。どうなの？あれ？じゃあ、こっち間違えちゃったのかな？はい。ちょっと数えながらやってたから、間違えちゃったかね。はい。はいはい。あ、今度は合ってた。よし。はい。ちゃんと覚えたからね。はい。じゃあ、続けるいきましょう。はい。続けるをクリックします。
仲間を増やしましょう。もうここは無視していいですね。はい。手順をスキップする。あ、でも、もうここは繰り返しますが、ここは無視していいです。はい。別のメールを追加しません。で、ここはやんないと、多分スキップできないんですよね。はい。私はロボットではありません。お、ここはカチッとクリックしました。で、手順をスキップする。はい。テストミーティングを開始。はい。で、これがですね、もう、パーソナルミーティング ID、URL。はい。10桁あれば大丈夫です。3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これ10桁ありますね。はい。この、743-658-4478。これが僕の新しいアカウントの、パーソナルミーティング ID になります。はい。じゃあ、ここでズームミーティングを今すぐ開始にしましょうか。はい。はい。今ですね、これでズームが今開くところですね。はい。はい。もうファーストネームが先に来るので、吉文村上って漢字で書いてあるとすごい変ですけど、まあしょうがないですね。はい。で、これがですね、今はビデオが入ってない、オンになってないので、こういうふうになってます。で、なんで、これですね、今こうやってクリックしてもビデオオンにできないんですよ。で、どうしてかっていうと、今別のですね、ルームっていうその、この、画面をキャプチャーするところで、僕の、カメラをもうすでに使っちゃっているので、その場合は、ズームの方ではカメラを使うことができません。ただし、もう音声は、ちゃんと、ここで、ゲージが動いているの分かりますかね？緑色のゲージが上がったり下がったりしています。僕が喋ると、緑色になるし、黙ると、白になりますよね。はい、こういうふうにもう動いているので、マイクは少なくとも、動いているということになります。はい。で、もうこれで、最低限のことはできます。で、ここにシェアっていうのがありますから、これで、画面をシェアすることができるわけですね。はい。どうしましょうか。見せてもいいものないかな。あまり見せても良さそうなものがあんまりないので、まあいいや、じゃあもうこの画面をちょっとシェアしてみましょう。はい。はい。もう今ですね、このズームの方では、画面がシェアされているところです。ちょっと見にくいんですが、別のところにこのズームのメニューが表示されていて、今ここでストップシェアを押して、戻ったところですね。はい。で、もう一つですね、ブレイクアウトルームっていうのを、やらなければいけないんですけど、それがとてもその教室活動、特に語学の教室活動では、ブレイクアウトルームっていう、小さい部屋に分かれてグループディスカッションをする機能がとても大事なんですけど、ご覧のようにですね、これがないんですね、最初はね。最初はないんです。で、それをするには、設定をしなければいけません。ズームの方でですね。はい。なので、ちょっと一旦ここでは、エンドミーティングで、この最初の、ズームを、やめたいと思います。はい、プロフィールのセッティングに来たのか。すいません。ここ移動してますね。前アカウントの中にあったんですけど、これがその、プロフィールの中のセッティングの方に入ってきているようです。はい。ですね。じゃあ、ミーティング。このミーティングにて基本とミーティングについて詳細っていうのがあります。ここに、大事なことがありますね。はい。ですね。ホストビデオ。まあ、これは、ホストがビデオオンでミーティングを開始します。まあ、この辺は後から、これは、できますから、ここは、どちらでもいいです。はい。音声タイプはですね、ちょっと電話から入るとエラーが、起きることがあるので、僕はコンピューター音声のみにしています。はい。これを保存しました。はい。ホストの前の参加。これはですね、ちょっととても大事なところで、無料アカウントの時はですね、これをオンにしてしまうと、オンにしない方がいいです。無料アカウントの時はこれをオンにしない方がいいです。なぜかというとですね、例えば僕がこの、ズームを開く5分前に誰かがもうすでに入ってるとしますよね。そうすると、その時から始めて40分で、切れてしまうんですね、無料アカウントの場合は。
ですが、有料アカウントの場合は、これはオンにしておいた方がいいです。今これは無料アカウントなのでオフにしておきますね。はい。ですね。ミーティングスケジュール時に、個人ミーティング ID を使用。あ、多分、無料アカウントでしかも学校の、授業にしか使わない場合は、これをオンにしておいた方が、いいです。はい。まあ、新しくですね、スケジューリングをするときに、このパーソナルミーティング ID を、つまりいつも同じ IT を使うことになります。で、そうすると、授業で使うときには、学生さんは新しい、ID を開かなくて済むわけですよね。いつも同じ ID で、ID というのはいつも同じリンクで、入ることができるようになりますので、ここは、オンにした方がいいです。これはあくまでも教育機関が同じ学習者を対象に、ズームを使うときを、想定しています。はい。インスタントミーティング、あ、これも、それがいいですね。はい。はい。オンにします。インスタントミーティングに対してパスワードを求められます。はい。まあ、それでもいいと思います。はい。はい。ですね。ちょっとなんか、この辺は、ちょっと飛ばしますね。はい。参加者をエントリー後にミュートする。まあ、これはまあ、どちらでもいいかな。はい、ちょっとこれもどちらでもいいと思います。はい。で、授業で使うときはですね、これをオンにしておくと、次の、授業は、このズームは何時ですよっていうのが出るので、これをオンにしておくといいですね。はい。はい、まあ、この辺はどうでもいいんですけど、ですね。はい。このプライベートチャットっていうのはオンになっていますが、これはその、学習者同士が、みんなではなく、一人の相手に、チャットを送るようにっていうのが、ここのところですね。はい。まあ、これは別にオンでもオフでもいいと思います。はい。ですね。あとは、ホストは参加者を保留にできます。まあ、これを、要するに、まあ、これは普通、教育機関内ではこれはオンにする必要はないと思います。参加者は、ホストは参加者を保留にできます。要するに、キックアウトですね。追い出したりすることができるっていうことですね。はい。このミーティング管理ツールバーを常に表示するっていうのは、もしかしたらあった方がいいかもしれないですね。最初はこれがどこに行くか、どこに行ったかわかんなくなっちゃうことがあるんですね。例えば画面を共有するときのアイコンとか、緑色のアイコンとかがこれをオンにしていれば常に見ることができます。はい。これとっても大事です。この画面共有ですね。はい。今日二つその大事なことを申し上げますけど、そのうちの一つがこの画面共有です。授業中に自分のパワーポイントとか Google スライドを見せたりすることがありますけど、その時には必ずこの画面共有がオンになってないといけません。で、学習者にも、学習者自身がプレゼンをしたりするときは、この全参加者を、にしているといいですね。はい。はい。で、他の人が共有している場合に共有を開始できるのは誰ですか？つまり、これはですね、他の人が画面を共有しているときに、それをやめさせることができるんですね。で、これは今、ホストのみというふうにしています。はい。はい、あとは、あとこのホワイトボードも、大事ですね。これは、さっきの画面共有の、中にあります。メニューとしては画面共有をした後にこのホワイトボードを選ぶことができるようになります。はい。あとはですね、あと大事なのは、このミーティングにて詳細のところですね。これね、ブレイクアウトルームが最初はオフになってるんですね。これは書いてありますけど、参加者を別々に小さいルームに分けることができますって書いてあります。これをオンにしないとこれが使えないので、ここは必ずオンにしておく必要があります。はい。今日二つ、ここで、申し上げましたけど、一つは、画面共有をするっていうことですね。それともう一つはこのブレイクアウトルーム、ブレイクアウトルームもオンにするっていうことです。はい。
はい。スケジュール時にホストが参加者をブレイクアウトルームに割り当てることを許可する。まあ、これも一応オンにしておき、別にこれは僕は普段使ってませんけど、オンにしておいてもいいと思います。はい。はい。語学の場合は、この字幕機能と、はい。このキャプションを保存。これもオンにしておくといいかもしれませんね。はい。あ、あとこのバーチャル背景っていうのは、今ね、これはルームっていう、カメラですね。ここでカメラが映ってますけど、この緑色なのは、ルームっていう別の機能なので、緑色のスクリーンが映ってますけど、ズームの時はこれをですね、このミド、あのグリーンスクリーンの代わりに別の画像を映すことができます。それがバーチャル背景と言いますね。はい。はい、まあ、あとはこのぐらいでいいと思います。はい。じゃあ、これでですね、もう一回、僕のパーソナルミーティング ID のところに行ってみたいと思います。パーソナルミーティング ID は、このプロフィールの中にありますね。はい。プロフィールの中のここです。はい。これが、パーソナルミーティング ID なので、これをコピーして、どっか新しいところに、ペースト&ゴートゥー、これですね。はい。じゃあ、こういうふうにやってみましょう。これで今実際に、僕のパーソナルミーティング ID を、これ2回目ですけどね、2回目開いているところです。はい。あ、今ここに見られると思いますが、ブレイクアウトルームズっていうのがありますね。あ、見えないか。見えないかな。もしかしたら今このメニューは皆さんには見えないかもしれませんが、僕の画面にはですね、ズームの、映ってる。今これ録画してるのは、ズームじゃなくてルームですから、映ってるはずですね。はい。ここにブレイクアウトルームっていうのがあって、これをカチッとクリックすると何部屋に分かれますかというのが、出すことができます。これ最大50の、ブレイクアウトルームまでやることができますね。はい。今はここでは、オフにしておきたいと思います。はい。で、以上で、じゃあ、とりあえずエンドミーティングですね。あ、これさっきのクローズドキャプションもここに出ています。はい。はい。とりあえずエンドミーティングにしておきます。はい。で、これでとりあえず、ズームの最初のアカウント解説と設定のところを、ご紹介しました。はい。大事なのは画面共有ですね。まあ、これは最初からオンになってましたけど、画面共有と、もう一つ、ブレイクアウトルームをオンにするっていうことです。これは最初はオフになっていましたから、必ず皆さんもオンにしておいてください。はい。以上で、このビデオを終了したいと思います。失礼します。